西新井に到着いたします。この道、右側です。西新井の次は草加に停まります。途中の竹の塚、安塚には停まりませんので、注意ください。お次、各駅停車ご利用のお客様、向かい側4番線でお待ちください。
が坂です。その方の次は新越谷に通ります。新越谷に停まります。途中、六甲大学前、新で、ラボには停まりません。ご注意ください。こちら、各駅停車ご利用のお客様、向かい側、4番線でお越しください。
武蔵野線での結果は、新口が出ますと、越谷に続いて、宣言台に止まります。途中北越谷大袋には止まりません。ご注意ください。
ます。宣言台に到着です。この道は左側です。宣言台出ますと、次は春日部に停まります。途中、竹里、一之折には停まりませんご注意ください。各駅停車ご利用のお客様、3番線、東武動物公園行き、53分の発車です。
到着いたします。出口は左側です。8番線大宮行き54、7番線小塩駅55分。高原駅は東武動物公園にあります。途中北端から記念館にあります。北海道4番線停車中の電車は北海道に止まります。南区に走ります。